どういうこと、どういうこと、独立したいの、うん、そうですね。なんでじゃあ独立、その人間関係が嫌なもんで独立したいってこと。そんな簡単じゃないよ、人集めって言っても。チェイチェイス、おぉ、オッケーす、やる気満々だね。やる気だね。そうですよ。今日の企画なんか知っとる。わかりません。お前だけやる気ねえや、説明しろよ、もうそれぐらいできんとかんだろ、もうお前ら。あ、説明ですか、うん、今日は、はい、ね。お前今、俺に言ってたから。あ、違う違う違う、そうです、間違いなく今、今違うっす、俺に言ったの、ねえ、おねえか、お前は。おねえは俺の目だけにしとけ。じゃあ、皆さん、今日の企画は、はい、とにかく、はい、またくだらんこと考えたと思うんですけど、ミッチー呼んで、久々にミッチー呼んで、もうとにかく、まあ、2人が辞めますと、はい、2人が辞めますって言って、まあ、あいつの反応が、まあまあ、もちろん止めるでしょう、止めると思うんだけど、まあ、そうですね、多分、まあ、とにかく、まあ、それで俺はあいつの成長が見たい。あ、どういうこと言うんかなって。あ、うん、あ、実際自分が辞めた、ね、実際辞めていろんなことがあるわけじゃん、はい、で、まあね、社長に話したのかとか、今までのあいつだったらいいでも黙っとけ、じゃあ働けとか言ってやめたらかーんだけじゃん。なんか、うん、だけどあいつもまあ成長していろんなことも考えてるだろうし、まあ言って何8ヶ月そのぐらいですね、独立して8ヶ月で、まあ目標になかなかうまくいかず、はい、若い人もなかなか増えず、はい、まあ、仕事量はちょこっと増えてきてるみたいだけど、はい、まあ、そういう方向性の中で、まあ、でもとにかくまあ2人はお前辞めさせる、とにかく辞めていいって言うまで言わなかった。あ、ミッチー君説得するってことですね。そうそう、そこまでお前らが言うんだったら、まあ独立しろよって、それは俺は応援するわっていうとこまでだと、 あの手この手でいいもんね。とにかくもう嘘ついても何でもいいからいいよって言わせなかったぞ。はい、分かった、頑張ります。あとは俺帰っていいだろ。はい、じゃあ終わるの待ってたら遅くなるもん。終わるの待ってたら、だって終わって言ってこれあれだろ、ミッチーに一発叩いて終わりのちゃんちゃんの枝だろ。まあ死にとるよ、俺マジ帰ると。いや、マジっすか、マジマジ。いいやろ。いいの、はい、いいの、大丈夫っすね、閉めりゃいいだろ。はい、ちゃんと閉まれよ、お前らは。結構まあまあかかるじゃん、あいつ8時でしょ、8時なんだ、まだあと1時間がかかるだろう、30分かかったとして。な、次行くわ、待って頼むわ。ちょっと、いや、一応下で待っといてください。一回ガシャーってやって。え、下で待っといてください。一応一回ガシャーってやってこい。じゃあ成り行きに任せるわ、とりあえず画面ガシャーってやって、ガシャーってやって、ちょっと俺の歯よく見て。カシャ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 。どうする、どうする。行こう。おはようございます。おはようございます。めっちゃ久々っす。何やってん、久々じゃないだろ。あ、先週だったっすね。2のあれがあるだろ。はい、何、いや、まあ、まあ、ちょっと、まあ、まあ、決めたことじゃないですけど、なんか、まあ、話決めた、まあ、話があって、まあ、そう、趣味しよう。いや、まあ趣味すぎやろ。まあ、2人でまあ話し合っとって。何を、まあ、いろいろ仕事のこととかですかね。仕事？はい。仕事の関係ねえ。いやいや、まあまあまあ聞いてください。ああ。まあやっぱ僕らはもう25歳だし、うん、まあ、独立したいなって話しとって。うん、まあ、前から言ってたよね、それ。そうですね。まあ、それはカンタのも初めて聞いたんで。まあ、だったら。どういうこと？カンタもその独立したい欲があって。お前独立したらやばいっしょ。いや、僕ね、だって子供めちゃめちゃ多いやなって。2人話しとって、まあ2人でいよっかみたいな。とりあえず、いや、まあ、なんで、なんで俺なの。いや、とりあえず、まあ師匠じゃないですけど、やっぱりみっちゅくんに教わったじゃないですか。いや、俺はお前の師匠かもしれんけど、こいつの師匠はりゅうじくんだろ。りゅうじくんだろ。おかしい。何、何、まあ、やっぱ一番に話、まだ社長には話してないですけど。いや、会社では、会社で話すことじゃなくて、居酒屋行こうぜ。いや、いっぱい行かん。いや、大丈夫です。一杯か。やっぱシラフの時に話したいですね。一杯の前に。一杯の前に話したいんですよ。いや、あるある。お酒ないところ。
絶対飲ませて指定高い。じゃ水だけで話そう。水だけ逆につまらんすね。いや水だけで飲んでちゃんとそういうなきちっとした話して酒飲め。いやまあどういうことどういうこと独立したいの。そうですね独立なんで。やっぱりお前まだ完璧になってからとか言ってなかった。そうですね。でもなんか、まあ、早いうちからその自分の力を試したいっていうのもあるし、うん、やっぱりその今会社に対する不満もあるんですよ僕らって。会社に対する不満。はい。何会社に対する不満。会社っていうか、いいだろお前ら、いい給料もらっとんだね。会社っていうより人ですかね。あ人。はい。あ分かるわ。ケンちゃん。え、ケンさん。ケンさんね。ケンちゃん、ケンさんです。何ケン。なんすか言っとって。なんかリュウジ君もなんかどうとなこうって何。あえ冗談だろお前ら。いや本当なんかもうそういうのじゃないです。いやとりあえずやっぱり話しときたいなと思って、うん、僕らも不満がある。そうっすね。人間関係、まあ、愚痴ではないですけど、うん、YouTube とかも、うん、やっぱりあんまり出たくないっちゃ出たくないし。こいつに限ってはやっとるだろお前。いや佐々木ファミリーが家族はまた別じゃない。家族の時間を最低やっとるけど、うん、仕事中にやっぱりその YouTube 撮るってなると、うん、それはなんか違うかなと思うし。まあ、でもそれ自社成功じゃん。だからできることでしょ。そうっすけど、だしまあそこからし、ね、仕事も来とるし、現にだってお前だってな女の男もちょいちょいあるでしょうな。いやその話は大丈夫です。その話は大丈夫です。じゃあ誰のお前が出たくないことはちゃうやろ。いや僕は YouTube は大丈夫です。出たい。でも出たいです。出たい。はい、今でもそういう話じゃないんで。どういうことどういうことどういう話。いやお前が YouTube が嫌だってこと。まあそうですね。ここはうん、あそれが不満なのお前の。そうですね。まあでも現にだってお客さん来てさ、そこで仕事が増えて仕事しとるわけじゃない。まあそうですね。でそしたらもう YouTube やめるってなったらもう仕事も切ることになってくる。どっちも究極な選択で言ったらよ、それが一気にパーンなくなるわけだからさ。そうなったらお前らも困らん。 それもあってありきの、だってあれでしょ今給料もらったりしてるわけだで、はい、独立って言ってもそんな簡単に考えてるけどそんな甘くないと思う。俺なんかもうどうスタートから人気マイナスずっとみんな辞めてとる。みんなって2人しかおらんけど、まあ、2人とも辞めてっちゃったよ。そんな甘くねえぞ。まあ他にもあってやっぱそのうんまあ、いつも、まあ、毎週水曜日ですかね、うん、朝ミーティングやっとるじゃないですか。はいはい、やっとね。やっとってで、あのこの前に YouTube 見ました。社長が寝坊して謝りに来たみたいな。日曜日。いや、YouTube です。あー、やったやったで、謝りに来た、うんうん、でその次の週もやっとるんですよ、寝坊。あでそれに関してはもう LINE ですいませんだけで。まあでも僕らのために開いてくれたのは分かるんですけど、やっぱり なんていうんかな、何も言えんもんな、そこに関してはさ、まあ、俺はね、言えないし、寝坊してないわけないでしょ、みんな。あそうっすね。ね、まあ、ね、時には寝坊するって言ったらいかんかもしれんけど、でみんながそれこそ寝坊しんで、パパってやって、じゃあ社長だけが寝坊しましただったら、言ってもいいかもしれんけど、でもそれすら言ってないでしょ、社長。あそうっすね。行った方がいいんじゃない？そうだったら自分が思うんだったらそうやってね。逆にどう思いますかやっぱ僕ら。やめた方がいいと思うけどね俺は。そんな簡単なもんじゃないし。逆になんでじゃあ独立、その人間関係が嫌なもんで独立したいってこと？金銭的な面があるとかさあるじゃん、いろいろ。何しに独立するか自分の力を試したい。そうっすね。でも自分の力試したいって言っても結局でも一からでしょスタート。はい。で後はないでしょ。たら違反多いんじゃない。あ、でもなかったら、よっしゃ、解放されたーっつ家寝とったら一日過ぎちゃう。私は結構だってね、社長とちょこちょこ飲みに行くけど、やっぱりだって俺も動いてないなって思うね。やっぱ仕事とかはちょこちょこあるけど、受けとかでもやっぱじゃあ従業員が不遠流っていうのはやっぱ俺が動いてない証拠でもあるしさ。あ、そうっすね。で、それこそじゃあお前ら今はさ、じゃあ逆にドバから帰って、でも今日一日終わりました。そっからだから、仕事はね。もし本当に独立したら、まあ、俺もできてないけど、それをね、はい、でも現場はもうただの作業でしょ。
そこからが仕事じゃん。じゃあ人を増やしていくためにも仕事取るためにもさ、だからそれをできるかっていうね、まず覚悟もあるし、もし現状今できてないんだったら俺は絶対できんと思う。まあ、じゃあ結論的にはまあ今やめといた方がいいみたいな感じですか。今やめた方がいいと思う。だもっと勉強できることもあるわけ。だからもっとついでて勉強して、で独立っていう風にしたものが、そんな焦ることでもないと思うし、まあ、早めにやった方がいいと思うけど。俺もだって結局30でしょ。30で一人やっとんね今。寂しいよ。まあ、寂しいよ。ね。じゃあ、あれですか、もう僕らがじゃあ、みちじ君とこ入りますよ。それだったらいいですか。それはまた話変わってくるやん。それはちゃうやん。それも考えてたんだ。とりあえず、まあ、でもみちじ君とりあえず5編みたいな。とりあえず5編だって人困ってますよね。でなんか1年で10人行くって言っとったじゃないですか、うん、でも今1人じゃないですか。やっぱ僕らの足しにもなるし、やっぱ素人よりは足しにはならんだろ。だって俺だって勉強にはならんやん、まあ、それがだってね、じゃあ外でそこから仕事してこい、作業終わってから仕事してこいって、ね、社長にも結構怒られるけど、その飲みに行ってもなる。なのにお前らがパーンって2人入ります。最初としても面白くないしさ、俺からしてもなんか別に前の人間引っ張ったみたいな引き抜きやん。それ俺なんか前の YouTube でもなんか言っとるけどさ、それって絶対やったらあかんことやん。それ分かっとるやん。で飛び越えとか引き抜きっていうのは、だから俺それは絶対できんの。二人入るおかしいだろ普通に。でもちゃんと話すとか社長も許してくれると思いますよ。いや許す許さんの問題じゃないでしょ。俺と社長の関係が崩れるそこで、まあ、そうですね。いやお前らいいかもしれんよ。だけど俺そこでなんかね関係崩れても嫌だし、僕らがついてきたい人がミッチー君だったらしょうがなくないですか。しょうがなくはないでしょ。だってそれこそじゃあ独立してやりゃいいじゃんお前らはね。そんだけ勉強して、じゃあ俺だったら俺みたいになって別に独立してやりゃいいんじゃない。でもさすがに俺んとかまずいでしょ。なんていうの、別になんかなんていうの、別に一回他卒出てみてさ来るっていうんだったらワンちゃんいいかもしれんけどさ、いきなりじゃあ南からね来ますわ、ちょっとねそれはもう引き抜きになっちゃう。でもそういう体でじゃあ独立しといて、うん、で後から入るってのあります。それはそれでおかしくね。まあまあまあ、でも入るとしたらそれしかないよね。じゃあもう早い段階にやめて今のうちぐらいに独立しとかんと。いやでも、まあ、そういうわけじゃないよ。ミッチー君とはまた一緒に仕事できる時間が少なくなっちゃうわけじゃないですか。うん、仕事はできるだろ。じゃあ俺はもうそのなんていうの、まあまあ100歩譲ってたぞ。100歩譲ってな、100歩譲ってもし独立して他のとこ行って別にまあ俺のとこ来るんだったらまあ100歩譲っていいとしてね、まあ俺はでも今は独立せずに別に南施工サービスで勉強していろいろで、ゆくゆく独立すればいいんじゃないと思う。今独立してどういうなんか状態なんですか、まあ、気持ちみたいな。どういう状態、やっぱり大変だけど楽しいってなるよね。大変っつってもそこまで大変じゃない。なんかそのさ南に比べたらね。だけど、独立してどういう気持ちって言われたら困るな。独立して、でそう今までやっぱ、うん、ずっと社長がおったわけじゃないですか。うん、社長と離れてみたいな。社長？あ社長っす。うん、まあでもまあ良かったな、良かったっていう部分っていうかさ、なんか結局全部まあケツ持ってくれるのは社長なわけじゃん。お前らもな、はい。だからそこら辺は勉強になるね。やっぱちょっとなんていうの、お前らもだってじゃあ例えばね、31日に給料日ですってなった時に31日にお金なかったら困るわけ。別にその確定されてないから、あ元請けから入ってこないからちょっとまだ来月まで待ってとかもあるし、そういう点とかやっぱそういうとこ考えると、まあ、すごい勉強になるよね。だから金は使ったらあかんって言うじゃん。勉強になることはたくさんある。でもおってもだって勉強になることもたくさんあるわけや。そうっすね、ね一緒になってもお前ら今どうなるじゃん。逆にじゃあちょっとだって飯食いに行ったりするやん一緒に。しますね。だろう。でそれも勉強になるじゃないの。勉強にはなりますけど、やっぱりね気持ちはやっぱ独立したいっていう気持ちは変わらないです。ああ、お前らはそういう話を聞いてですけど。誰に？あ、その社長に聞いてってこと？そうですね。やっぱまあ違う会社応援とか行ったりしとってもやっぱりやれやみたいなことも言われるし。ああ、自分で？
まあまあそれは多いよな、みんなさ、やっぱ若いうちから独立してるわけやん。そうっすね。でもだって今はお前らが強いところもあるわけやん、 YouTube やってとかさ。はい。でも今のすぐのすぐは独立した方がいいと思うけど、まあ、独立して もし一緒に仕事やりたいってもしお前らも思うんだったら別にさ、そのなんていうの、あんまり言ったらあかんけど別のところ行ってそこを辞めて来るんだったら別にね、まあ、引き抜きとかじゃないで。そうっすね、まあ、ワンチャンな、ワンチャンというか、まあ、100歩譲ってたぞ、うん、それが絶対じゃないけど俺は独立した方がいいと思うよな。厳しいだろ。あ、だったらもう入れてください。でも独立するんだったら誰、なんで、なんていうの、まあ、他のとこ行って本当にまだ独立するんだったら、それは引き抜きになって引けよお前独立する。で、ってこれ YouTube ってね、やっぱおかしいなと思ったんだけど、だけど YouTube だったらもうちょっと喋れるでしょでもおかしいっすもん、普通に考えて。だって会社に呼ぶこと自体おかしいじゃないですか。でも YouTube でも今おかしかったよ、なんか普通にそうだったよって俺下にずっと見てたけど、これ使ってた静かすぎて、静かすぎて、お前もや、俺は煽ってこうと思ったったのに、なんかそっちの方がリアルいかなと思ってやっぱ、うすさんも気づいとったと思うんですよ、やっぱリアルさを出すにはやっぱ相談じゃないですけど、いつもの2人で飲んどる時の感じをやっぱ出した方がいいなと思って。いやだってこいつだってもう分かるっすもん、僕何回もこうずっと一緒になったわけじゃないですか。だいたい酒飲んだからエンジンかかってきて、いや一位で僕こうだと思うんですよって絶対言ってくるもんね。もう絶対一人で言ってくることないんですよ。ちょっとおかしいなってずっと思ったんですけど、ね、おかしいやん、おかしすぎるっすよ。っていうかさ、俺ちょっと下に聞いたとき気になったの、はい、お前がもう最悪なんかミチグル使ってくださいって言ってたじゃん。はい。お前必殺飛ばしだったらいいよみたいな。飛ばしだったらまあちょっと感じ。お前必死だなって1点飛ばこいつ必死だなと思ったんだよ俺だからそしたらこれ建設業界、視聴者は多分よく分かると思うけど、経営者の人とかこれ必殺飛ばしって言うじゃん。引き抜きになっちゃうから。引き抜きになるから、はい、例えば俺は現場とかでこう知り合うとするじゃん。はい、で、まあ、例えば、まあ、南県ですね。俺はじゃあ北県生だとして、はい、お君はいいね。いやいや、社長もいいじゃないですか。広瀬さんもいいじゃないですか。はい、いや、うち来るに行きますよ。一回やめて、どっか寄せてくれて。ああ、マジでしょ。いや、じゃあ飛ばしちゃいってないんですよ。何飛ばしちゃいってないです。いや、だって、その、でそこは引き抜きになるわけじゃないですか。うんうん、ご法度じゃないですか。うんうん、だからまあそこの一回会社行ってきて楽しくなかなくて、例えばなんかそしたら最悪面倒見たるわっていう意味でみたいなな、100歩譲って言います。100歩譲れんよお前、一つ言っておいたんだけどお前完全にそこだけだよ、それまでない、まあ、やめとけって言ってた、そこだけはちょっとワンチャンあるんですよ、ちょっとじゃないわ、100歩譲り出したぞ、100歩譲り出したよな、ちょっと入れる入れると思ったけど100歩譲って、しかも仕事できるじゃないですか、仕事できるじゃないですか、仕事欲しい、お前もう全然だわ、あさあ、そうして全然だ、ここで落とすぐらいじゃない、俺は最後 YouTube だと思って、で100歩譲ってたもんな、ほんとに YouTube だと思って100歩譲って見たいわ、分かった、単純な、いや、単純にそれはあった、単純に死んこうぜって思うのが、いや、全然興味なさそうだもんな、いいじゃない、別にみたいな、やめとけよ、やめとけよ、みたいな、はい、まあでもちょっとね、またミッチも出て初めて、はい、もちろんちょっと活躍し始めて、はい、ちょっと YouTube ちょっと俺もちょっと最近逃げとる、はい、ぜひまたでこういう動画見てまたチャンネル登録してくれるとこさんも募集しながらじゃん、そうですね、この動画に今チャンネル登録されてる誰がしとるとか本当わかんないんで、はい、あの登録数がこの動画でどれだけ増えたっていうのが出るから、はい、じゃあまたモチベーション上がるんでね、あのそっちの方、そっちの方チャンネル登録か、俺もなんか最近出てないよ、結構ヘロが回してマジでしょ、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、そうだ、ごめん、まあ、別件だけど、あのマッチングサイト、あの、まあ、足場さんが見とるのが多いかもしれないけど、あの、塗装のマッチングサイトも出来上がってる感じで、はい、あの、棒上げかな、棒上げにかん、あの、一般の人にも公開しようという動きで動いてますので、あの、今登録しとると、本登録までちゃんと回って、まだ半分ぐらいしか本登録回ってない。で、600社ぐらい集まっております。100社ぐらいか200社ぐらいしか登録してないと。はい、で、そこからさらに、やっぱ施工事例とかブログっていうか、あの、
コラボみたいなの書けるから、それ書くとやっぱ依頼ができるだけ来るんじゃないかなって。で SEO みたいなのも上がってきてさ、はい、一般の人の外部塗装とかで検索した時に出てくるようになるから、はい、で俺も金かけたくないから、はい、金かければかけるほどやっぱ料金取らなかったからさ、その辺よろしくお願いします。お願いします。また見てね。心配変えんかった。うわ、こいつやりやがった。俺帰るわ、コンビニで撮ったの。はい、回ってもなんかなるじゃん。はい、帰ると終わってた。 YouTube か、やっぱり YouTube だなだと思った。ちょっと最後のヘバンチャーってあるかなと思って。俺目標2人達成。しかも最後のサイボーグだよ。もうこいつらの背負いの一緒のようなタイプでもちゃうから。先まで見えたっすよ、勝敗力が。もう3ヶ月後は10人いけるのかな。最悪行ってから回ったよ、ベシラみたいな。100分行ったぞ。100分行ってよかった。久々の負けたわ。よし、帰ろうぜ。あっす。